フラウトトラベルソは木管楽器の小楽器の一種で今日のフルートの前身となった横笛である。略してトラベルソと呼ばれることも多い。バロック機以前には西洋音楽においてフルートといえば縦型のリコーダーの方が主流であったことからトラベルソという修飾語をつけてフラウトトラベルソと呼ばれていた。トラベルソのうちバロック機に作られたものはバロックフルート 古典派からロマン派の時代に作られたものは、クラシカルフルート、ロマンチック、フルートと呼んで区別することもある。バロック期における典型的なトラベルソには、トーンホールが7つあり、歌口に近い側の6つの穴は、左手の第2から4子と右手の第2から4子で、直接押さえる。最下流の穴には、指が届かないので、右手第5子で押すと穴が開くシーソー型のキーが、設けられている。 この形態から、一キーフルートとも呼ばれる。頭部管、中部管、側部管の3部分に分割されるものと、頭部管、左手管、右手管、側部管の4部分に分割されるものとがあり、キーは、側部管についている。モダンフルートはキーを必ず右側にして構えるが、一キーフルートは、側部管を回転させれば、左側に構えることもでき。 この場合キーは左手第5子で操作する。バロックフルートキーのついたトーンホール以外は直接指で塞ぐため、必然的にトーンホールの大きさが限られ、小さな音量しか出すことができない上、全体にややこもった暗い感じの音ではあるが、多様な音色を持ち、繊細で豊かな表現が可能である。音域は D4 から E6 までというものが一般的であるが、 B6 までの運指が知られており、A6 あたりまでは出しやすい楽器もある。いわゆる D 感であるにもかかわらず、楽譜は実音で寄付されたため異調楽器ではない。蝶々について考えると、D ドアー、G ドアー、A ドアーは比較的大きな音量で演奏できるが、それ以外の蝶ではクロスフィンガリングによって出す、弱々しく不安定な半音が多くなるため、演奏は容易ではない。 つまり、5度圏の図で、D ドアーから遠い調べほど演奏が困難になっていく。1キーフルートは、今なお小楽器愛好家のために復元楽器が多数制作されている。いわゆるアイリッシュフルートも、トラベルソの生き残りであり、こちらは、キーのないシンプルなものが多いが、クラシカルフルートのような多キーのものも作られている。 モダンフルートと比べると極めてシンプルで複雑なキーメカニズムはなく頭部間のリッププレートもない外形は全体的にモダンフルートよりも太く内径は頭部間から側部間に向かって次第に小さくなる円錐型になっている管の結合部はテノンと呼ばれ糸を巻いてあるものと薄いコルクを巻いてあるものとがあり適宜コルクグリースを塗布して 秘密を保つ。クラシカルフルート古典廃校の時代になると、より多くの蝶に対応できるよう、半音を出すための新たなトーンホールが設けられ、これを開閉するキーが付け加えられていった。さらに、高音域を出しやすくするために、管の内径を細めるなどの改変がなされて、いわゆるクラシカルフルート、ロマンチックフルートへと変貌していく。これによって、音は、明るさや、 軽やかさを増していったが、これらは当時の楽器製作者たちがそれぞれの考えに基づいていったものなので統一されていたわけではなく、運指も複雑となって運動性能が良いとは言いがたく、必ずしも十分な効果が得られたわけではない。メイヤー式フルート1847年のベーム式フルートの登場によって、トラベルソの時代は終焉を迎えるが、トーンホールの小道を大きくして、 音量を増すなどの改良が加えられたタキーのメイヤー式フルートはフランスを除くヨーロッパやアメリカで1930年代まで使われていた。モダンフルートはほとんどが銀や洋白などの金属で作られているが古いものはほとんど木製である。フラウトトラベルソの艦隊の材質としては杖やカエ梨、黒炭、グラナディラなどが用いられる。 比較的柔らかい木材が好まれることが多く、現在製作されているトラベル素も多くが、告げ製である。表面は塗装などの処理が施されていることが多く、外観だけでは材種が分かりにくいこともある。木材は湿度の変化などによって割れやすいので、定期的に内部に油を塗布するなどのメンテナンスが欠かせない。木材以外で最も多く使用された材料は、造毛で、 創造下製のフルートはとりわけ王公貴族に愛用された。木製フルートでも結合部の飾りあるいは補強のために銀や造下のリングを用いているものがある。しかし、造下も割れやすいので今日まで残っている。当時の楽器には割れを補修してあるものが多い。クリスタルガラスで作られた美しいフルートも残っている。キーは銀や真鍮、洋白などで作られており、 穴を塞ぐ部分には薄いシート状のパッドが貼られて空気漏れを防いでいる。パッドの材質は革などであるが製作者によって異なり、鈴系合金であるピューター製の弁を用いるものもあった。なお、現在は日本の富山楽器製造から ABS 樹脂製のトラベル素も発売されている。油を塗布する必要がなくメンテナンスが容易である。 アムステルダムの木管楽器製作家、リチャード・ハッカの作った三分割フルートが現存する最古のバロックフルートであると言われているが、いつ頃誰によって最初に考え出されたのか確かなことは分かっていない。バロック時代に作られたオリジナルの製作者については、代表的な製作者は以下の通り、トラベルソンが広く使われていたのはバロック後期。 17世紀後半から18世紀後半の約100年間だが、この短い間に作曲家や楽器制作者を兼ねた著名な演奏家が数多く存在している。また、この頃、フラウトトラベルソを演奏することは王公貴族の足並みとして盛んに愛好されており、特にフリードリヒ二世は名手として知られている。トラベルソは音量や音程面の改良が進められる中で次第に、 クラシカルフルートへと変化していったが、20世紀後半になってから一連の古学復興運動の中で、再び演奏される機会が増え、演奏家の育成も進んでいる。以下に代表的な現代の演奏家の名前を挙げる。古学、主要な古学演奏家も参照。ありがとうございます。